はい、タンタンです。入門者おすすめのギター3本をご紹介いたします。全部アウトレット品でお買い得商品となっております。3本とも SX カスタムギターズというブランド名の、まずはこちら、SD1BUSKK というブルーバーストのドレッドノートスタイルのアコギでございますと。全体的にブルーのモデルになってますね。アウトレット品の理由としては、サドルがちょっと低くって、今 SIM で対応しているような現状になってますんで、そこが1点と、ネックはちょっとだけ順反りっていう感じですかね。あとは特に問題ないです。しっかり弾けますので。そして2本目、こちら SX カスタムギターズの、SD204TBU といったところの、モデルで、サイドバックネックが青いモデルですね。こんな感じです。ヘッドも青いギターになってます。同じくドレッドノートサイズの、アコギなんですけれども、こちらはネックがちょっとねじれてて、1弦側が順反りで、6弦が今ほとんどフラットみたいな、そんな感じの現状で、ちょっと弦高は高めになってるんで、その辺自分で直したい方とか、とりあえず弾けるのがあればなという方にはおすすめでございます。で、最後は同じく SX カスタムギターズの SO204CE というカッタウェイのピックアップ付きのモデルですね。こちらになってます。これはちょっと小ぶりなサイズ感で、スケールもちょっと短いですね。で、ちょっと赤っぽく仕上げているモデルになっていまして、チューナーもついているピックアップなので、入門者も使いやすいかなと思います。これの特化の理由としては、ちょい傷がいくつかあったりだとか、ちょい傷特化といったところですかね。あとはちょっと塗装のムラとかも多少あるんですけれども、楽器としては特に問題はないと思います。3本とも、訳あり特化となっておりますので、気にならない方はお買い得価格にて、お手にできるチャンスでございます。入門者の方、ぜひこういったもの、から始めてみてはいかがでしょうか。ということで、3本とも SX のカスタムギターズでございます。詳細は、ホームページとご覧いただければと思います。それでは、タンタンでした。